カルメロ・マルティネス・サルガドは、プエルトリコのドラド出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。オリックス・ブルー・ウェーブでの登録名は、マルティネス。2021年シーズンより、CPBL の統一ライオンズで、打撃コーチを務める。元シアトル・マリナーズのエドガー・マルティネスは重低。1978年にアマチュアフリーエージェントで、シカゴ・カブスと契約して、プロ入り。 1983年にメジャー初昇格し、初打席初本塁打を放つも、翌1984年にサンディエゴパドレスに移籍。パドレスでは移籍1年目に左翼種の定位置を確保し、チーム初のポーストシーズンそしてワールドシリーズ進出に貢献、以後1989年まで主力選手として活躍する。 1990年及び1991年の2シーズンで4球団を渡り歩く。1992年3月、オリックスブルーウェーブの入団テストを受けて合格し、入団。背番号はオリックス球団として初の例例。しかし、故障がちで前半戦のみの出場に留まった上に、平凡な成績に終わり、同年限りで退団した。引退後は、 レッツ参加やカブス参加のマイナーで監督を務めた。2021年シーズンにより CPBL の統一ライオンズで打撃コーチを務める。カルメロ・マルチネスに関するカテゴリー。ありがとうございます。